リテイク版ウルトラセブン第20話地震源 X を倒せ検証。この画像は本物か。どうもミエティです。アンドウルトラオヤジです。ねえねえウルトラオヤジさん、ウルトラ警備隊のメカの中で番組の目玉となっていたのはどのメカだと思いますか？やっぱりウルトラホークですかな。とは言ってもホーク1号から3号までナンバリングがあって一言でこれだとは言えないですよね。するとポインターは番組後半から結構見せ場を作るような話し合いがあったりしたみたいですけど、違うんですよ。今回は地底戦車マグマライザーの魅力について解説します。第20話のあらすじだぞ。バカ者帰れ。怖いことで有名な岩村博士に怒鳴られてハンベソのダントソが、青沢山岳地帯の一帯で謎の連続地震が起きていた。世界でも有数な地球の核の研究者である岩村博士に意見を聞きたかったが、あまりの迫力にダンは二度足を踏むことになる。ところがダンはアンヌを連れて博士に面会しようとするトルスであった。岩村博士はいち早く地震源へ調査に出向いていた。博士は近くで地球の核を構成するウルトニウムを拾い驚いた。何者かが地球の核を掘削している。このままでは地球がバラバラになってしまう。調査のために地底戦車マグマライザーが出撃する。ところがマグマライザーはマグマが噴き出す地下深くへと落下してしまう。高熱にさらされて隊員たちは気を失っていく。このまま全滅してしまうのか。その92、みんな勘違いしているギラドラスって実はチャプレー星人の変身シーン。よくよく見ると崖に爆炎、後の東映の変身ヒーローを予見させる登場の仕方ですね。それにしてもアンヌに催眠術をかけて罠にはめようとしてカッコつけていた割に、あっけなくウルトラガンでシャプレー星人は焼かれて崖の下に落ちていきましたな。核怪獣ギラドラス、核といっても地球の中心の核にあるウルトニウムを食べて体内に蓄積している怪物というわけなんですが、なぜか天候を操る力を持っていますね。核怪獣というより天変地異怪獣ですな。ところでセブンは突然の雪にピンチになりますな。いえいえ親父さん、それは勘違いしていますよ。ウルトラセブンが寒さに弱いという設定は第25話零下140度の戦いで明らかとされるまではなかったようで、その証拠にセブンのビームランプは点滅していないでしょう。あれなんか苦しそうにしていましたけどな。確かにギラドラスの突進攻撃に苦しんでいましたけど、結構あっさりとアイスラッガーでとどめを刺していますよね。雪の景色に騙されていたというわけですな。その93、期待の星マグマライザー。第20話について金城哲夫のアイデアメモにはマグマライザー空洞というキーワードがあり、本来はマグマライザーの初登場回となるはずだったようです。もともとは消された4万7000人というタイトルで、シャプレー星人が4万7000の人が住む盆地にある町を陥没させて人質に取るという、本編では秒殺だったシャプレー星人が活躍する話だったということが前回の解説でありましたな。消された4万7000人は恐怖の大洞窟というタイトルに変わり、内容は本編と同じ地球の核を構成する物質ウルトニウムをめぐる物語に変更となりました。ちなみにこの第20話にあたる脚本の完成はウルトラセブン第1話が放送された時期の9月にはすでに完成していたことが確認できます。ふむ、結局マグマライザーの初登場は17話地底壕55と放送中盤になってしまいますが、本当はもっと早く出る予定だったのですかな。マグマライザーはウルトラセブン前話のうち5回も登場して、そのうちセブン暗殺計画や史上最大の作戦のクライマックスに出撃して物語を盛り上げるウルトラホークに次ぐウルトラ警備隊の顔となります。ウルトラマンシリーズの中で地底戦車がこれほど登場しているのは珍しいですな。別動画にて解説してますが、マグマライザーはウルトラセブンの番組としての目玉でした。キャプテンウルトラの最終回で流れたセブンの番組紹介では、超音速ロケット、ウルトラホークや地底戦車マグマライザーなど続々と化学兵器が登場と、セブンの超兵器の中で唯一フルネームで紹介されています。マグマライザーはコクピットのセットがよくできていたよ。ウルトラホークのセットより造作がしっかりしていたな。なんで地底戦車のくせにそこまで持ち上げられているのですかな。親父さん、地底戦車を舐めちゃダメですよ。その94、また
サンダーバードのパクリ。 SF 界隈で地底には未知なる文明が存在する物語が考えられてきました。地底世界ペルシダーは初代マンに登場する試作地底戦車ベルシダーの名前の由来と言われています。ウルトラマンタロウにはベルミダー2世というドリルメカが出てきますな。2世というのはペルシダーの後継機ということですかな。ウルトラマンシリーズでは初代マンのベルシダーに始まり、エースではタックビル、タロウではベルミダー2世、そして平成にもキガのピーパーをはじめ歴代シリーズでたびたび登場していますね。そんなにあったのですな、知らなんだ。残念なことに地底戦車のほとんどはゲストメカ、1回きりの登場で終わってしまいましたしね。そして潜った霧敵にやられてウルトラマンが助けるという流れが定番となっていましたからね。出てても負けちゃうから地底戦車って印象薄いですな。地震源 X を倒せでマグマライザーも同じような目に遭ってますな。それでもガッツ星人に捕まったセブンを復活させていたり、ゴース星人の基地を壊滅させたり、功績を残していますな。ゴーテンゴーやモゲラといった日本特撮のドリルメカの中でもマグマライザーは地底戦車の代表格の一つと言えるかもしれません。成田徹氏によって造形されたミリタリーかつスタイリッシュなデザインは目を引きますよね。ふむふむ、世代によってはマグマライザー単体でもわかる人は多いでしょうな。セブン世代の方には飛行機で現地まで空輸してコンテナから発信するシーンを見ればこれはと思う方が多いはず。あ、サンダーバードだ。正解です。サンダーバードにもマグマライザーと同じ地底を進む巨大なドリルメカが登場しますね。それもサンダーバード2号の格納庫から発信するシーンがワクワクしたものですな。これはもしやパクリ？いえいえ、かなり意識したオマージュですね。ただしセブンが救出した時のマグマライザーのサイズ感がもはやホーク3号と同じくらいなのですが、どうやって格納したのですかな。このマグマライザーとホーク3号のサイズの比率が気になる問題はファンの間でよく言われていますね。後つぶらやエイジの監修のもとスタッフが恥ずかしくなるくらいサンダーバードに影響を受けてウルトラホークの発信シーンが作られたのは別動画で解説した通りです。マグマライザーの発信シーンがサンダーバードに似ているのはまあその通りでしょうな。オマージュを感じるジェットモグラのデザイン、実はサンダーバードの原作者は日本映画海底軍艦の 5.5 のデザインをモデルにしたのです。ドリル戦車の形は日本発祥だったのですな。ところで地底戦車のような巨大なドリルを持つメカといえば最終回史上最大の作戦でのゴース星人の地底ミサイルもそうですな。視聴者様からの情報によれば脱走した団をかくまった秋尾少年の部屋にまさかの本家サンダーバードのジェットモグラのイラストが貼ってあるそうです。その95ミステリー、青沢山岳地帯の謎。地震源 X の中心でありウルトニウムを採掘されギラドラスが現れた物語のキーとなる場所、青沢山岳地帯には不思議な話があるのです。事件は全て解決したのではないのですかな。いえいえ、現実の話です。どこで撮影されたものなのか誰も知らないのです。カルト的な話ですかな。ウルトラセブンの野外ロケ地は撮影関係者の証言だけでなく多くのセブンファンたちの調査によって細かいワンカットまで撮影場所のほとんどが特定されてきています。セブンファンの特定班たちヤバすぎですな。第20話も前半部分でラリーに参加する女子学生の2人が乗る車のシーンは現在の東京都あきる野市五日市町と場所が特定されています。山深い地方での撮影かと思いきやまさかの東京都かだったのですな。それにしても2人の乗る白い車は懐かしい日産のブルーバードですな。ところが物語の要となる青沢山岳地帯、岩村博士が借りていた家やシャプレー星人の変身するシーン、一体どこで撮影されていたのかコアなセブンファンによって山岳調査まで行われていますが今だ特定されていないようです。劇中でも道が舗装されていませんでしたから調査するには難儀する場所かもしれませんな。アンヌ役の菱見百合子さんも危険なのでくれぐれも安全に気をつけて調査してほしいとおっしゃっています。ところでこのシャプレー星人が現れる場所といえば例のアンヌがお尻を触られているネタ画像ですな。前回も動画でご本人たちのコメントを紹介しましたね。これコラ画像じゃないですか。コラ画像だと思いますか。その96
ウルトラセブンのコラ画像。コラ画像とは本編シーンの一部を切り取って画像を加工してネット掲示板や大喜利アプリで出回ってしまっている。ガチファンからはガチギレされるようなけしからん画像ですな。ウルトラセブンは知名度がある分、格好のネタにされやすく、いろいろと出回ってしまっていますね。2022年現在はツイッターや大喜利アプリのボケてでよく見かけますが、2000年代には確認がされているとかされていないとか。しかしながらこの画像は驚くことにコラではないのです。ちょっと待って、アンヌがこんな不自然なカメラ目線の映像がありえますか。嘘に思えますが、アンヌ目を狙えとソガに言われて顔を上げた瞬間の画像なのです。巧妙に映像を切り取っていて悪意を感じますな。この画像が有名になって、岩村博士がアンヌの影に隠れてるし、今お尻に触ってるなんて言われるのよね、と言われるのでした。という面白ネタで今回の動画は終わりですかな。次回は海底基地を終え、再びスタッフが円谷英二の怒りを買ってしまった理由とは。お楽しみに。このウラトラセブンはブログにてテキストを公開しております。動画の概要欄にリンクがございますので、ぜひそちらも覗いてみてください。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ほなね。